はい、はい、はい、赤道居酒屋ですね、昨日の続きですね、モーリーは昨日の続きのベンチの方ベンチやってますやってで僕と師匠でこっちにちょっと瓶玉を吊り下げたいんですよちょっとモーリーイメージ隙間にねじゃあ瓶玉ここにこういう感じこれが何個かあったらいいのかなって感じだけどまずは1個つけてみて見てみようかなここに置いても安定しないからもう吊り下げるしかない吊り下げるしかないんだけど天井がジュニアの薄さしかなくて針入ってるところを探してこっちでこのラインで入ってるからこのラインが入ってるからそこに打てばまあ強い強いガッテリしたいってことですねここでお客さんがご飯代を食べてるわけですからねこれが落ちても大変ですから師匠はこれを打って厚みを出すのかなそうするとベニヤプラスこの 2×5 プラスで針の分結構太くなるからちょっと天井の色と一緒にしたいからこれもちょっと黒く塗っていきたいですねはいこちら針紙されてでスラホンテープとかを剥がしてからかな養生テープを剥がしてちょっと白くなってるんですよ剥げてるんですよこういうの剥がしてほらこうやって剥げてるんで、こちら黒い壁紙をこっちに貼ってきます貼っていきますはじめての割には綺麗に貼れたそうですねシワもシワもなし空気もなしいいねでこのつなぎ目はさうんうんうんこれもあった方がやっぱいいのかなと思ってで今これでお間に合わせを切ればでもここの部分で溝あった方がカットするおしゃれかなと思ったんだけど何もない方がいいのかなそういうふうにもう真っ黒な状態にするのかちょっとつなぎ目溝あった方がいいのかあでもまあ水も黒いからね結構まあそうなんだけどよく見ないと分からなそう一旦貼って後から考えるかこちらのカウンターのもう壁の方ですね全部塗りましたいやなんか綺麗ですねやっぱりこの剥がれ跡がないだけでそしてですねこちら板にペンキで黒く塗ってでこれをこちらの上に打ち込んでいきますはい、打ち込んだっすねロングアイプレートって書いてあるねこれ2箇所にビスを打ってで、吊り下げるいいね俺がこれ指かけてひのあのぶら下がって取れんかったら完璧やね怖っそもそもこの金具がひいたら体重カバーできるかが問題になってくるなそれやってみるかあ、大丈夫そうだね、全然、うん、余裕じゃん強いね強い強い強い余裕ささあ、一方その頃はこちら喫煙所っすねはい、ベンチ乾きましたなんかすごいおしゃれになったのね突然めっちゃ汚かったのになハゲ散らかしてたもんな、ね、座ってるけどこれ裏技塗る時の面白い工夫があって、うん、裏技なんだけど下にビス打ってるわけよあ、下にビス打ってるねはい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 そしたら、うん、こっちまでキワキワまで塗れるで、ここの部分は塗らないですね見えないから見えないし、まあ、ベンチの下に5円でも落とす以外覗き込むことないから多分これはこの、から上からぶつかるはいはいはいで、で、この穴からね根っこ打っとけば今の1本で安定した、うん、あ、これ斜めから打つんだ、面白ほら斜めから、これ多分組み立てて裏塗ってるやつじゃないかなそうだから
はい、完成。すごい。で、このままじゃこのベンチにタバコ吸ったタバコの根性焼きがたくさんここにやられちゃうんで、さすがにこの動画見てからやる人いないと思うよそうならないように、用意しました。こちら吸い殻入れの用心って書いてる、うん、こちらですね。さっき店打つ時、うん、こうやって刺しちゃったわけよ。血が払ってる。血の目血が払った。あ、痛そう。ハンマーとかでジンジンするか。今日の作業内容は新しいテーブル作りと瓶玉の続き。瓶玉の続きですね。こちらで、机とはここで使ってた机ですね。この掘りこたつで使うお客さん用のタクダテーブル。もともとあったやつがいろんなテーブルを改造したやつ、なんか貼り付けたんですね。これ上がベニヤ板貼り貼られてるだけなんで、ここもアングルも飛び出してて危ない。アングルってのこれね、ここ角出てるわけ。しかも斜めになってる。こうなって確かにちょっと歪みと、あとは安定してなくて、そこをちょっと改善していきたい。プラス、まあ、新しくしようということで板を買ってきてます。赤道の居酒屋用の、テーブルの材料を切り出していきます。はい、これからテーブルの、バリ取りっていうのか、砂漠で取りします。これ厚みのある板いいやつでしょ。これなんてやつ板、杉板なんだけど、杉板、杉、杉厚みがあっていいやつ。前回80なんですよ、うん、これ60になってますね。ちょっと一回り小さくなってますね。お客さんこの分、この席って、うん、80だけど、うん、2人座れないわけよ。2人座れんねん。だから、60にして1人用にして、うん、くっつけて2人座るスタイル。おお、なるほどね。はい、テーブルにニスを塗っていきます。昨日の続きですね。瓶玉を吊るすやつ、はい、でここベニヤがこれぐらいなんですよ、うんうんうん、でここに打つと弱いから天板がね、針があるところ、うん、こういう天井裏にこういうのがあるんですよ、うん、ここの反対側にね、屋根裏見たらね、うんうんうん、でどこにあるか分からないじゃないですか。ここから見たら分からない。これで分かるんですよ。なんだこれは。これパソコンのマウスと元でしょ。マウスに見えるな。じゃなくて黒板消しでもない。これすごいのがこれが針だとするよ。で、こっちはないわけよ、何も、うん、いくよ。ない、ない、ない、はい、ここからある。ほら、針があるところにピーチになる。で、これが過ぎたら、あれ、こうじゃない、こうか、ごめん。こうやって、はい、やってます。出ないさ。で、針に来るとほらほら、あ、針があるところ、今ちょうどこれがあるところね。そう。で、でもここ、ここで打てばいい。これで探すわけよ、針を。なるほどね。こっちやってみて。これ答え合わせできんからな。いや、答え見えない。
っちに針が。あ、こっち。矢印がある。しかも。ここに印してビスを打つ。じゃあ忍者とか上後ろ上にこう屋根裏に隠れてたらビリーって。突き破る。して。あ、もうここ OK だ。針は用意できる。あ、あれね。あれ、そして瓶玉ですね。ちょっとホコリかぶってたんですよ。こんな感じでね。ホコリかぶってて。で、一回これを取って綺麗にした結果。ピカピカ。てかこれ綺麗なのかな。かわいい。これやばくない？ほら。で、お父さん曰く、このピンクのやつ高いらしい。へぇ。一番高いってこれピンクの。これと。色が入ってるのも高いってした。透明よりも。これもいい感じ。で、この4つを飾る感じ。よいしょ。そして、結構重い。こちらの下にある、船の舵なんですけど、これなんと清志 TV の部屋にあって、で居酒屋やるんだったらこれ合うんじゃないかってことでこれもいただいたっすね。実際の舵らしいです、船の。そうなんだ。立派。はい、こちら瓶玉取り付けました。すごいキラキラして綺麗。ピンクの瓶玉で、青い瓶玉ね。いい感じですね。はい、はい、こちらニスも塗り終えて3回塗り、うん、綺麗だね。もともとの色これ。お、全然違うさ。塗れば塗るほど綺麗だって。テーブル感が一気に出たな、うん、これ繊維がこう入ってるじゃん、うん、だから、うん、割れるわけよ多分。こう割れるわけ。ああ、割れるとしたらね、うん、ここの力には強いわけさ、うん、だけどここの力に弱いから。そうそうそう、これで、とかで割れちゃったりする。あ、強度出します。これでしかもこれあれじゃん、反り防止にもなるの。そうそうそう、反り防止も含めて。そもそも100巻落としない限り割らんと思ってるか。どういう状況？その状況が、この状況、この状態で一応割る人なかなかいないと思うけど、相当、ね、それは相当強い。いけですよ。霧で穴開ける。下穴も開けます今回。いつもやらんけど。うん、やらないとひび入るから。失敗は許されないってやつか。はい。黒星。これは強度出しのためだけでもないんだよ。それ以外にも。こっから打てると。そうそうそう。あ、ここから打てる。なるほどね。だからビスが周りから見えないようにできる。うん。あ、そういうことか。確かにビスが見えるとウィットもない。ウィットもない感じが。恥ずかしいね。腰パンみたいな。腰パン恥ずかしいやん。これで。恥ずかしい。刺さるか恥ずかしい。ごめんな。ペコちゃんのトランクス。あのトランクス反対だったのが笑ったやつさ、一番。そんなことある？あ、もう反対だったわけよ。どういうこと？ね、どういうこと？サンサンのからトランクスが反対。腰パンしてトランクス見えてるさ、うん、そのトランクスが裏表逆だっけよ、うん、あ、ってことはフォース出すとこがないってこと？うん、裏表が逆。あ、裏表逆。あ、生地が裏から入ってるってこと？もう笑いすぎてから面白いやつだと思って写真撮ってから一回X の方に X の方に投稿したから心配の声が出てました。疲れてるんだ。まあ、あれが1日目、2日目かもしれないでしょ。え、うん、え、あ、2日切るってこと。2日切るためにダメだ。ダメだって。そんなもん、交互に切る。それ相当疲れてるだろ。そのスタイル清潔感保つとき。いや、清潔感保つんだから帰れよ。多分予定なかったんだ、それ。予定あったらなったら帰っちゃうんじゃない。これ、引っこ抜けるやつ募集中っすね、これ。引っこ抜き自慢。集まれ。募集はしないで。これ、バールあっても無理だろ、これ。バール勝ちでしょ。解体屋、集まれ。行ってきます。
本、これ2箇所やってたんですけど、ちょっとやり残しがあると思います。忘れ物です。ボンド、もうこういうボンドね、うん、これをここに上がる、うん、ダメなやつ、ダメなやつです。モザイクかけてください。全国的にダメなやつです。あとこが中学生が喜ぶやつ。一つ完成。はい、一個できました。これがハマるのかハマらないのか。こっちに何かね握るやつもしっかりしてるな。あ、じゃあこんなペアあれば普通に従業員の方が女性の方様なんですよ、はい、大いに大いになので、じゃあ4名テーブルお願いしますって言ってモテるかどうかなんですよ。軽っ。あ、そうなんだ。じゃああれこれこれ持っていく。これのイメージだな。もともと、はい、もともとあったやつ。もともとあったやつ。これ分かるわけ、もうさ結構重いわけ、これこれは。もう分かる、持ってるから分かる。めっちゃ持てはするけど、うん、それと比べたら全然軽い。金具もないからね、これね。ちょっと高さは高め、高い方がいいんじゃない、うん、ちょっと高い方が入りやすいはず、うん、これ入るときなんかちょっと狭いなって思ったわけよ、うん、さらに強化を上げるぞってことで、こちら横の方にも針を入れてますね。こんな感じ。さっきなかったんですけど、ここ丸くしてもいいかもね、ここ削って。これ膝の裏開くね。こっちも座ってみて。大丈夫か、大丈夫か、うん、これ大丈夫だな。 OK。